北海道勢追走、3番杉浦浩一、6番三谷幸弘、さあ同期対決、7番前島恭平が突っ張りまして、1番橋口少し外れている、7番前島の後ろには北日本2人が入る形となって、1番橋口も懸命な追い上げ、残り1周半の地点です。前島の突っ張りに北日本勢2人がはまる展開でしたが、1番橋口が外追い上げていって、4番高橋との並走に持ち込んでいます。後方は6番の三谷のすぐ後ろ、5番の市川博明が外れていて、最後方2番片山大輔、7番前島の突っ張り先行、後ろは敵か、4番高橋明久が入って、1番橋口3番手、外少し下がりました、3番杉浦が乗じて3番手、その後ろは6番三谷幸弘、先頭2番手は機動型2人で98機前島恭平、踏み込んで4番高橋明久消耗戦、そして前傾姿勢で3番杉浦浩一が弾けるように伸びてきます、4番高橋の後ろから3番杉浦浩一伸び切って降臨、2着4番高橋、3着5番市川博明。